はい、おはようございます。今日もピーカンいい天気です。今日はね、11月30日です。明日からね、師走12月だよね。はい、ぐるっといつものようにね、一周します。よいしょ。雲一つないですね。はい、これが南ですね。ちょっと下向けます。太陽入っちゃうんでね。はい、戻りました。で、今日はね、朝一の仕事は椎茸です。普通はやらないんですけどね、今年はちょっと一気にできてしまいましたので、今椎茸を干してます。で、2日間ぐらいね、ちょっと間空いちゃったんですが、今日またね、天気がよく、1日ね、家にいますので、今日は干してあります。はい、ついでにね、副社長も今乾燥中です。っていうか日向ぼっこなのかな。たけし農場がね、仕事始まるとすぐね、どっからか出てきてね、邪魔してるんですけど、はい。さっきまではね、このむしろに干してある椎茸がね、なんか興味津々で舐めてましたけど、おいおいおい、おめえら何すんだよって感じでね、はいはい。飼い主が何やってるかは全く理解してないのが、うちの副社長ですね。はい、こんな感じで、おいおい、また遊んでちょうだいポーズしてるんですけどね。今は遊びませんということで、しいたけの感想2日目の動画でした。お付き合いありがとうございました。しいたけです。3時になりましたのでね、今日の感想はこれで終了になります。これから片付けます。